はい、どうもキクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、子どもの教育っていう話をしたいと思います。うちにはね、6歳のね、年長さん、来年ね、小学校1年生になろうというね、長男康生くんが一人だけいるんですけど、教育についてはね、いろいろやっぱり考えることもあるし、悩むこともあるし、どうやっていこう、将来飯食っていけるような感じの子になってくれたらなっていうふうにすごく思います。ただね、やっぱりね、期待しすぎちゃダメなのかなっていうのはね、やっぱり日頃から思ってます。僕がね、やっぱりその勉強ができなかったんですよ。勉強嫌いやったんですね。で、今振り返ってみると、なんで嫌いになったんかなってやっぱり思うとね、親のね、ちょっとやっぱり僕長男なんでね、親の期待っていうのもやっぱありました。でね、僕自身がやっぱりね、人間のタイプ別に言うと、まあ算数、数学、国語とかね、社会とか理科とかってすごい好きやったんやけど、算数がとにかく苦手やったんですよ。今やったらね、文系理系って意味もわかるんですけど、ちっちゃい時はね、 何から何までやらそうと親は頑張ってくれてたんで、それでますます嫌いになったっていう感じなんですよね。でね、同じ鉄は踏ましたくないなっていうことで、その辺はね、まあ自由にやってもらったらいいなと思うんですけど、うちの嫁はね、ちょっと教育熱心なところもあってね、公文通わしたりいろいろやってます。嫌いになれなきゃいいけどねと思うんだけど、もう今ちょっと拒否反応出てきてますよ。足し算嫌いみたいですね。まあそんな中でね、親が子供にね、ああしろこうしろって言ったところでね、僕自身が全くしてこなかった、全く親の言うことを聞いてこなかった人間なんでね、聞くわけがないですよね。期待してません、そこはね。逆に言うこと聞きすぎるとね、なんか不安に思えたりします。まあ期待通りね、答えてくれて、子供は僕の言うことを全く聞いてくれないですけどね。それはそれで僕はいいと思ってます。子供の人生なんでね。それでね、子供にね、ああしろこうしろ言っても当然反発しますしね、6歳でもね、聞かない子なんで、なぜうちの子は。そこはね、ちょっと工夫してね、今ねちょっと教えてることがありましてね。なんだと思います？一人で喋ってるんでね。答えはね、ボードゲームなんですよ。ボードゲームをね、うちね、子供がもっとちっちゃい時からね、家族でやるようにしてます。僕がね、時間取れる時はね、極力子供の相手をね、なるだけ本気でね、コテンパンにやっちゃうこともありますけど、相手してやるんですよ。そしたらね、子供はね、もう泣きながら悔しいからね、必死だってね、こう頑張るんですよ。で、やってるのはね、モノポリーとね、あとカタン、知ってる人知ってるかな、まあ知らなかったらネット調べてください。カタンとかね、あとオセロ、あとね、ブロックスとかね、まあ、トランプでしょ、ウノでしょ、あとね、積み木崩しみたいな、あれなんていうかな、あれを100回以上やったね、積み木みたいな、こう一個一個抜いていくやつ、ジェンガですわ、もう結構やりましたよ、もう使いまくってますね。でね、夜寝るときはね、嫁さんが絵本を読んであげるっていうのはね、もう1歳、でも0歳の時からやっとったかな、ずーっと読み聞かせて、で本も、僕は本が好きなんでね、本はたくさん買い与えてます。でね、
おかげでね、本好きの子に生まれ、本好きな子になってくれたんで、そこはね、まあ良かったかなと思うんですけど、その教育の仕方でね、まあ結局ゲームなんですよ。僕はね、不動産投資やってるので、まあ、不動産投資がね、ゲームっていうとね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、ポケモン GO ってやってます？まだ皆さん。僕まだまだやってるんですよ運動兼ねてねあでポケモン GO の話するけど、ゲームね、今ね、バンギラスっていうのをねこれあるあるネタやけど、バンギラスっていうのをね、まあ、金銀モンスターで一番強いって言われてるのがバンギラスっていうやつなんですよね。でそれをね、幼虫からサナギになって、サナギから結局バンギラスっていうね、怪獣になるんですけど、卵からどんどん大きくしていくんですよ。卵というかそのサナギからね。でね、飴がね100個いるんですよ、バンギラスにしようと思えばね何言うとかわからんでしょいいんですいいんです、全然関係ないことも聞くのも勉強なんでねほんでね、卵1個もらえるのに5キロ歩かないといけないんですよ。マジで5キロ歩かないとあかんんですよ、徒歩でね。まあ走ってもいいんですけどね。でね、100個なんで単純計算で500キロ歩かないといけないんですよ。500キロですよ、500キロ大阪東京間ぐらいの距離ですわ考えられますでまたね、500キロだけちゃうんですよ。バンギラスを強くしようと思えば、まあこれ以上喋るとねラジオ聞いてくれる人が嫌がるんでもうしないですけど、とにかくね、毎日毎日3キロ僕走ってるんですよ。まあ週4、週5ね、3キロか4キロ走っても3ヶ月以上かかるんですよ計算してもね、めちゃくちゃな設定やなと思うんですけど、まあね、そんぐらいハードルをがっちり上げてきてくれてるんでね。僕ね、ポケモンサーチとかは使えないです。ポケモンサーチって知ってます？ポケモンがどこに出てきてるのかっていうのがね、裏技で分かるアプリがあるんですけどね、あれを使うのは邪道ですね。その時その時の出会いがね楽しいんでねバンギラスのそのサナギもね、たまたま取ったんですよね。まあまあいいんですけど、その要は子供にねゲームを教えてあげてるんですよ。ゲームの楽しさ、もう楽しさというかね、ハマればね、子供なんでね、もう猿みたいにやりますからねなんせね、僕もそうなんですよ。ハマればね、もう周りがやめとけとか静止するぐらいまでね、とことんやり込むタイプなんで、それさえねできればね、僕は何の心配もしてないんですよ。人間ってね、やっぱり好きっていうのが物事のね起点になってるんですよ。違うという意見もあるんですけどね、僕はね、それが好きだからっていうのがね起点になる方が、すごくね、その人も周りの人もハッピーになるケースが多いと思ってるんですよ。義務だからとかね、仕事だからとかね家族のためとかってやると、どっかで歪みが来るんですよわかります？好き、釈迦の話にもあるんですけどね、まあ好きこそものの上手なれとかいうことわざもあるんですけど、好きっていうのはね、何にするにしても一番物事の根幹をなす言葉ですからね。僕もね、自分でやりながらね、自分に問いかけるんですよ。これほんまに好きなことかと。うん、そうや、好きや、お前これ好きなんや、好きやからやっとんやっていう風にやるんならね、全然そこに制約は設けていません。ガンガン自分からやっていきますね。逆にそうじゃなかったらね、すぐ手を引いちゃうかもしれない。
僕はね、それでいいと思ってるんですよ。もっと自由だと思ってるんです。だから子供もね、子供の人生なんで、何を好きになって、何を選択してっていうのをね、ある程度はね、自由に決めさせてあげようと思うんです。で、僕がね、やっぱりね、そうしてもらってきました。今考えたらね、親はね、やっぱ僕に対してね、自由にさせてもらったと思いますよ。兄弟の中でもね、一番僕が自由にしてると思います。やっぱ感謝してますよね、その面では。まあそういったことでね、子供にはね、ボードゲームをしてね、そこで社会の縮図というかね、世の中の厳しさというかね、エキサイティングなところをね、教えていってます。あとね、子供に何の能力が一番備わってほしいですかっていうのもね、時々ね聞かれるんですよ。飲みの席でね、子供が将来幸せになるためには何の能力がやっぱりいりますかっていう話をね、マジ話で結構するんですよ、友達と。そしたらね、僕ね、でやっぱり考えてね、やっぱりね、一番大事だなと思うのはね、やっぱりね、素直さですね。素直さ、あとプラスアルファは可愛げね、可愛げと素直さ、これだけでね、世の中なんとかなります本当です、なんとかなりますよ。逆にこの2つがないとね、ものすごい苦労しますね人に頼りたくても頼れないみたいなね、そんな人いっぱいいますけどね、我慢して無理して潰れちゃうみたいな。真面目ですごくいいんですよ、いいんですけどね、本人も周りも苦しいだろうなとかと思うんですよ。当然ね、僕はね、許してもらってきた側の人間なんでね、それ以上に人を許していこうとは思います。はい、とにかくうちの子供もね、そういった感じでね、生きてくれればな、にゃーっていうか、生きてくれればなと思います。そういうのをね、ボードゲームでね、感じ取ってもらえばなと。あとね、ボードゲームのね、いいところ、攻め時と守り時って当然あるんですよ。何のゲームでも、何のボードゲームでもあるんですよ。そのね、攻め時と守り時をね、間違えちゃいけないと思うんですよ。それをね、まあ本気でやったらね、周りですけど、ボードゲーム家族、僕と嫁と子供3人いるんですけど、まあ圧倒的に僕は強いですね。圧倒的に、モノポリーとかね、言うたら投資ゲームなんですけど、肩もまあそれに近いんですけどね、多少サイコロの運もあるんですけど、やっぱりね、力の入れどころっていうのをね、こうパッパッと見分けていかないといけないんですよ。やっぱりその能力っていうのはね、やっぱりゲームでね、培っていくっていうのがね、一番分かりやすいんじゃないかなと、日々やりながら、自分自身もね、こことこことここは抑えないといけないっていうのはね、やっぱりね、感覚的に分かるんですよ。そういうのをね、鍛えるためにもね、日々ね、マジでね、嫁と子供をコテンパンにやっつけてますよだから負けるとマジで悔しいんですよそういったことでね、大人の本気というかね、そういうのをね、間近でね、まざまざと見せつけるね、チャンスなんでね、おめえは親父に絶対かなわねえみたいなねそういうのをね、大人げなく日々繰り広げてます。はい、といったことといったところでね、今日はお話の方終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。